休校中の皆さんの数学の勉強を応援するウェーブ朝倉学校です。2020年、本日は2020年5月3日、憲法記念日ですね。で本日は中学3年の数学の教科書の第2章、平方根の第4回で平方根の仕上げをやります。でここに、まあ、面積のような図がありますけど、これが今日の平方根の計算のヒントになります。で私は、えー、と市議で、えー、船橋市議で予備高校誌の朝倉と申します。 市議としての新型コロナ関係の情報活動の情報は朝倉未来ロ公式サイトに載せてますのでご覧くださいで私たちは今コロナの危機の中であの休校という事態になっているわけですが3月の16日にある式を思いつきましたコロナ苦労と苦闘で割り乗り切れば幸せの数字7となるはずだということで頑張ってまいりましょう それでは、中学の数学の学習内容ですが中学1年生でこの内容中2でこの内容中3でこの内容を学ぶはずなんですが3月の突然の休校でここが学べてないそして4月ここの部分が学べてないのでここ私が今フォローしておりまして中1終わり中2終わり本日中3が終わりますので明日からはこの中1の3月分野の資料の活用に入っていきたいと思います。 それでは本日は平方根の最後ですがまず面積の話というか,面積,というかえ面積をヒントに数の大小の話をしていきます、えっと。これはどういうことかというとあのルートの数の大きさの比較なんですが、えっと、A と B という数があ,のあって B の方が大きいならばルート A よりもルート B の方が大きいということですね。 これは、えっと、実は面積を考えれば実感できるんですねで。例えば面積 A の正方形と面積 B の正方形を比較したときに、その面積は2縦横ちょうど正方形の場合には縦横2回かけて A になるので、いっぺんの長さはルート A ですね。ルート B です。そうすると、面積 B の方が大きかったらルート B の方も大きくなるということで、これならばこれというのはこの面積図で説明できます。でただし、えー、マイナスがついた場合には絶対値が これ0より離れますので、マイナスルート2とルート3を比べたときには、マイナスルート3の方が小さいということになりますね。こっち側に行きますので。で、2とルート3は、ルート2がたい1.4で、ルート3が1.7ですので、こっちの方が大きいということは分かると思います。で、次にルート3と2の代償についてですが、これは2つやり方がありまして、両方ルートにしてみると、ルート、2というのは実際ルート4ですので、 それで比較してみると、こっちが大きいということはわかりますし、もう一つの比較の仕方は、両方を二乗してみると、これ、正の数のときはできるんですけど、正の数は二乗してみると、そうそうこれが3でこれが4ですので、あこっちの方が大きかったんだなということがわかります。で、今言ったことは、AB が正の整正数,正正数、これ整数じゃなくても数ならばでいいですね、数ならば、えこれがこっち、A が B, より B の方が大きければ、B 乗の方が A 乗よりも大きいということになります。 でそうすると、例えばこの3ルート10と7ルート2というのは、あのこれ、パッと見では大きさの差がよく分からないんですが、両方を二乗してみると、これは90、こっちは98ですので、こっちの方が大きいということが分かります。それでは、えっと、昨日、ルートを含む計算の話をしました、でその中で、特に昨日の後半で出てきた、この 同じルートを渡ったら係数を足せば答えが出てくるという発想をしましたそれを使いながら本日の話をしていきたいと思うんですが、あのー、本日はルートを含む多項式の情報ということなんですがこの多項式の情報についてはこれまで中学3年生の式の計算であったこれらのさまざまな公式を使うんですねこれを使うだけですだから新しいことは出てきませんこれをルートの式について使うだけですので えー、丁寧にやればできるはずなんですけど、ちょっと間違いやすい分野でもあるのでしっかり解説をしていきたいと思います。それでは、えっとでその間違いやすい人にお勧めしているのはこのやり方です。えー、ルート括弧ルート3プラスに掛ける括弧ルート2ル2ルート3プラス1というのは、まあ、あのー、例えば、えー、ルートが入ってなければ非常に えーまあ、分かりやすいと思うんですが、ルートが入っているとなんかとっつきにくいですよね。でも実はこれは、実際はこ,のこ,これまでやってきたこの面積の計算と一緒でありまして、縦横どっちでもいいんですけど、一辺の長さがルート3プラス2の縦の長さで、横の長さが2ルート3プラス1の、えー、この2つの縦横をかけたこの面積全体のことがこの計算の答えです。でそうすると実は ルートの部分とそれ以外に分割をしてそれぞれをでそれぞれをかけた区画をそれぞれ求めていけばその総計値を出せばいいということになりますこことここをかけたのが6ですねこの区画が6こことここをかけた区画が4ルート3でここをかけた区画がルート3でここをかけた区画が2ですのでそれを全部足していくと実は8プラス5ルート3というふうに計算できますでこれを、えっと、ちょっと実際に計算しやすいように え直したのが5番の目標でこういうふうに5番目書いて縦に1つの方で横に1つの方を書いてこれ縦横をどじてでもいいんですけどえ真ん中に計算すると答えが出てくるというやり方もありますそれでは実際に千葉県公立高校入試で出てるルートの問題毎年5点分出るんですけど1問えこのえっとことをちょっと見ていきたいと思うんですがえー問題の傾向が2つに分かれてるということがよくわかると思います 上3つと下3つですね。大体だいたい前期後期で1回ずつ出されるという形で、まあ、来年から一本化されますので、まあ、多分ん、えー、年ごとに違う問題が出てくるという形になると思うんですが、まあ、こういう形ですで。そうすると、こっちは、えっと、どうもルートの中を整理することが中心の問題だと。でこっちは さっっき言ったように掛け算の問題ですね。式同士の掛け算の問題だということでいきましょう。で、えー、YouTube を見てる人はここで、あのー、まずこの前半3つを挑戦してから解説をしてきますので見てください。じゃあその前半3つのタイプの問題の捉え方なんですが、これ、昨日の、あのー、動画で説明してありますので、えっ、ー、と、えー、不等式の、あ、じゃあ、えー、あのー、 平方根のその3を見ていただければ丁寧に分かるんですが、まあ、今日のエッセンスだけ紹介しておくとこの3と4番がポイントでルートの中の2乗の因数は外に出るとこの A 事乗があったら外に出て A ルート B となるということですね例えばルート12だったら2ルート3となるということですねあともう1つは分母の有利化で分母にルートがあると計算できないのでここを無理やり分子分母に分母と同じルートの数を書いて かけてこの3、4が中心にやるんですね。で特に3の、えっと、ルートが外にルートの中の2乗の数が外に出てくるパターンとしては中に4、2の2乗、9、3の2乗、まあ、16、4の2乗、えー、25、5の2乗、36、6の2乗、49、7の2乗があるパターンが多いので実際の組み合わせとしてはこんな形になるということを昨日説明しました。はい、それでは 答えに行きたいいと思いますでこれは先ほどの前半の問題3つの答えなんですがこういう形になりますねえっとまずそれぞれの項に注目しますで50は2 5る2ですので5ルート2になりますでこれはそれ以上整理できないのでこうするとで この分数があるときにはこう有利化しまして、両辺にルート2をあ分子分母にルート2をかけるんですね、そうすると、こっちに2がありまして、ここ14と割れるので7分あ、7ルート2になります。で、最後にここに残った5と6とマイナス,マイナス7ですけどは、実は全部ルート2ですので、そのルート2にかかっている係数ですので、それを計算する、5プラス6引く7ですから、4ルート2ということになります。 で同様に、えー、これも、ここを有利化して2ルート2になります。で、ここ、えー、ルート16ですけど、えー、3ルート2になります。で、そうすると、2-3、これ、マイナスがありますから、マイナスはだということを見つけていただくと、これ、マイナスルート3になります。で、こっちも同様にこうなりまして、こっちは有利化してこうなりまして、この6とマイナス2が残りますから4、4ルート3ということになります。だから、それぞれの単項式の部分を、 有利感あるいは事情を外に出すという形で係数を整理すると最後に係数同士だけを計算すれば答えが出てくるという形ですね。それでは次に後半のこの多項式の情報が中心の問題についてやりたいと思います。で、このやり方はあの、まあ、いわゆる情報の公式あ、えっと、展開の公式をいろいろ使うんですけどじゃあやってみましょう。でまず これの場合にはル、ルート7というのが共通だということに注目していただくと、これこの形ですね。こ,のこれが x に相当するもので、x プラス a、x プラス b とはこういうふうに、ここが和になり、ここが積になるということですので、ここ2乗ですね、x, ルート、えー、x に相当する7ルート7の2乗。そしてこれ、2かけ、あ、違う、これ、マイナス2と1が合わせられますので、マイナス3、ルート3かける、まあ、 ルルート7と x に相当するもので、すねでここは両方、AB に相当するものをかけたものですので、まあ、マイナスとマイナスでプラスになりまして、でそうするとこうなりまして13、13マイナス3ルート21ということで、この公式を使えばできる。でこ,のつこれは分配法則でこれ、これをこうかけるんですね。で、これをこうかける。そうすると、これ、ルート36ですから、6。で、これはルート18ですので、3ルート2で、これで終わりです。 あのこれ以上計算できませんから、これ以上まとめる、これ整数の部分とルートがある部分は、ルートが共通ならばまとめることができますけど、これはまとめることができないので、これで終わりです。じゃあ最後、これはこれですね、これマイナスの方がいいんですけどまあ a、A-B 次乗の話で、ここがルート2次乗、マイナス2 a b に相当しまして、これ B 次乗ですね。で、そうすると、整理すると7 2√10 とということになります。さてこれが今私が公式を活用して計算しなさいって言った特に1番と3番がそのまますんなりできる人はそれでいいんですが、えー、そうじゃない人特にこれなんかはパッとこの式が当てはまるって分かりにくいですね x を書いてるわけじゃないので,でその方におすすめするのはこの5番の目法です。と、まあ、とにに、かく書けるものを縦と横に まあ横立て,てどっちでもいいんですけど、配列して、その合わさるところを計算していって、最後にできた5番の目のところを計算して、これ13ですね、これマイナス3ですので、すぐに出てきます。これも実は、公式仮に忘れてしまっても、5番の目書くと、これが7マイナス2ルート、10とい計算できますので、実はこれ、苦手な子には、この5番の目方法をお勧めしてます、え。っと もう1回見ますよこのこうどんな計算が出てきても縦横に、えー、その括弧の計算を並べてそしてここにあ合わさるものを注意深く立体的に配置して、えー、平,面的ですか平面的に配置して計算すれば計算ミスも減るし確認もしやすくなるので、まあ、下手にこ,これをこういう風に順番にやるよりも苦手な子にはお勧めしますのでぜひ活用してみてください。はい、それでは ルート分野の最後の話で、えっと、実は、えっと、ルート2が、えー、A4 や B4 の紙の縦横サイズが1対ルート2だって話はしたと思うんですけど、まあ、もうちょっとルートの数に短めに持ってい,ていただきたいということで実はルート2だけじゃなくてルート3、ルート4、ルート5、ルート6というのを作っていけるという作図の方法を説明しますでこれはまず正方形を書きますねこれ、まあえー、白紙でも方眼紙でもいいんですけど でここをを延延長長ししてておききまますす上下そして、えー、実は中学3年生の最後に学ぶ三平方の定理というのを使うんですね三平方の定理というのは、えー、直角を挟む2つの辺のそれぞれの2乗がこの斜辺の長さの2乗になるという式がありますでそうするとまずこの正方形でいうとここ1の2乗と1の2乗がになりますから2ですで2になる2乗して2になる数ですのでルート2になりますで2が分かったらここ ここを中心にコンパスで、えー、と円を描くんですね円を描くですでそうするとこれも実際に、えー、当てちゃうわけにはいかないですがこうやってコンパスで描くとここにルート2の長さがでこれがルート2の長さになりますねでここからまた垂直に線を引きますで今度そうするとここがルート2で,でここが1ですのでルート2の2乗2とこれ1ですので合わせて3になりましてこれがルート3になります でルート3が出てきましたら、今度またこのルート3元にこうやって引くんですね。でそうすると、ここにルート3が出てきます。でそうするとここの、ここにまたこの直角三角形が出てきたら、この直角三角形でルート3とル1ですので、えー、ルート3の二乗と1の二乗が合わさって、ルート4になります。ルート4というのは2なんですけど、これ、丁寧にやると、ちょうど2のところに出てくるんですね。で、またその次に 2, と2の2乗と1ですので、これ、ルート5になります。でルート5 こうまたコンパスでやるとルート5という形になりますでそのようにして作図をしていくと、まあ、ルート10まで、えー、簡単に作図できますのでぜひ挑戦してみてくださいで実際にちょっと向きを変えて私が作図した図をお見せしますねこう,こ,うこんな感じで作図できますえっとこれ方眼紙ですけどここ対角線を取ってコンパスで こう描いていくんですね。こう描いて、ここがちょうどルート2で1.4ぐらいになってます。で方眼紙だと大体の正確な位置が分かりますのでこれ5マスの方眼紙を使ってるんですが、えー、5マス分だったやつがこれが 7, 7と少しのマスのところになってますね。でそうそうここ垂直これルート3ですで。ルート3をやると1.7ぐらいになってます。でその次これをやるとちょうど 2, 2ですねつまりこの5マスに対して5マス目の ところになってきます。ということで、ルート10まで作図が簡単にできるということで、ルートの数を実感することも兼ねて作図に挑戦してみてください。はい、それではご清聴ありがとうございました。明日から中1の資料と統計の分野に入っていきます。